今回は労災保険の論点について学習していきたいと思います。労災保険は労働者を保護するための保険で、労働基準監督署が窓口となり、政府が運営している保険です。労働者を守るためのものですから、正社員であるか否かを問わず、すべての労働者が被保険者となり、労働者を一人でも使用する事業者は、法人個人を問わず、原則として強制加入となっています。で、また、個人タクシーの運転手や、一人親方のような、自営業者ではあるものの、やっていることは労働者と変わらないような人については、任意で労災保険に加入することができる、特別加入制度があります。労災保険に加入するのは雇用者の義務ですから、保険料は全額事業主負担となっています。次は、労災事故についてです。労災保険は、労災事故が起こった時に給付が行われます。労災保険が言う労災事故とは、業務災害と通勤災害に分けることができます。業務災害というのは、労働者が使用者の支配下にある状態で起こった、その業務に伴う災害のことを言います。で、通勤災害というのは、通勤の最中に起こった事故のことを言います。で、なお、通勤とは、自宅と会社を合理的な経路で往復する行為を言って、まあ、途中でその合理的な経路を逸脱すると、それ以降の移動は原則として通勤とは認められません。まあ、仕事終わりに遊びに行ったら業務は終わっていると考えるからだと思ってください。まあ、ただし、仕事帰りにスーパーに行くなどの日常生活上必要な行為ややむを得ない事由による逸脱や中断があった場合には、その後合理的な経路に戻ると再び通勤として認められます。まあ、ですので、例えば合理的な通勤経路を外れてスーパーに立ち寄って、スーパーの中で転んで怪我をした場合など、逸脱や中断の最中の事故は通勤災害にはなりません。で、最後は労災保険の給付内容についてです。労災事故によって病気や怪我をした時には、療養給付が支払われますので、労災指定病院に行くと無料で治療を受けることができます。で、また、休業給付は健康保険の傷病手当金を少し手厚くしたイメージの給付で、4日以上会社を休むと、休業特別支援金と合わせて、休業1日あたり、給付基礎日額の80%が支給されます。まあ、その他にも、労災事故が起こった際の給付には様々なものがありますので、ご一読いただければと思います。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。